おいっすおいっすどうも、みぞです。ということで、本日はスターレジェンド10連ガチャやってまいりました。動画を上げた後のお楽しみということで、やってきましたね。今回のスターレジェンド10連ガチャは3突、対象の最終上限解放が3突状態で、武器の出現率アップしてますというような感じになってます。待ってな、もう一回言わしてな。3突状態で入手できますよっていうような感じになっておりまして、まあじゃあちょっと今回はおすすめとね、俺が回す話をしていきましょう。まあ今回は珍しく俺のおすすめとね、回すやつが一致してると思うんですけど、まあ土風がおすすめっすね。まあまず第一前提として上限解放、3回上限解放された状態で出現するので、キャラクターよりも武器で見た方がいいです。うん。まあこれは分かってると思うんだけど、まあだって4本実質ね、まあ、あのゴールドムーンとか据え置きなんだけど、武器が4本、入った状態でその出現しますから、まあ今現在使わなくても一応確保っていう形で3突しておいても本当に損はないような感じになってるから、まあキャラクターはそこそこに、まあ、武器で見ていくといいっていう話なんですけど、でその中でもまあ武器の中でもやっぱ土風はすごい魅力的ですね。まあ、光闇やっぱ悩む、みんなが悩むのは光闇は土風だと思うんですよ。光闇は次の風、あの光百合子戦場があるからなんだけど、風属性のねディスティニーナックルが強すぎるね今回に関しては。まあいろいろ見てたけど、奥義効果もパッとしなかったし、今回のあの武器上限解放的にはね、まあここら辺深部虎投げも実はまあわりかし優秀っちゃ優秀で、1本持っててもいいかなーっていうのがまあまず一つで、公式ナッコ次なんか俺ワンチャン公式ナッコあると思うんだよねーって言ってる人がまあそこそこいるけど、実際俺は輝かないと思ってる公式ナッコの話とか、まあちょっといろいろしたいんだけど、やっぱディスティニーナッコですね、これが強い。うん、まあ蓋を開けてみるとね、めちゃくちゃパワー上がってたんで、やっぱ高人賞プラスでスキルレベルが全部15になりましたってだけで、もともと使われてんのにこんなにもらっちゃっていいんですかぐらいのパワーを手に入れちゃったんで、マジでディスティニーナックル来てます。まあ今現在使わなくても、まあ結構本当に環境トップクラスのいやほんまに環境トップクラスの武器になったんで、持っといて損ないっすね。はい。まあ、そんぐらいの武器だから、まあ、土風を回しておいた方が今回は丸いんじゃないかなと思ってます。まあ、他の武器もね、結構優秀だしね、アナザースカイとかもいいし、うん。まあ、キャラクターとして見ても優秀なキャラクターが多いから、回す価値は僕はあるんじゃないかなと思ってます。光もね、そういう意味では割かし僕は優秀っちゃ優秀だと思ってるんだけど、まあ、まあ、やっぱ闇百合子戦場がすでに終わってしまったということで、向こう半年ぐらいないでしょうっていうところが、まあ、下げポイントの一つ。で、まあ、じゃあ光の武器見ていきましょうってなると、パンタグリエル、これ剣士だっけ？で、コールブランド、これも剣士だっけ？君と僕の桃色水平線、これも剣士だっけ？まあジョークとして、うん、まあ涅槃に相性いいのはホープナックルかな、多分な。第3スキルでブロー持ってるから、まあブロー使う時はホープナックル使ったりするっちゃするんだけど、にしてもって感じかね。うん、キャラクターとして見ても優秀っちゃ優秀なんだけど、まあ、優先度的には高くないかなっていう感じはしたから、まあ俺は土風がおすすめだと思ってます。その中でもやっぱディスティニーナッコはキープしといて損はないかなっていう。まあ武器だけで見たいよね、今回はね。さすがに4本武器がね、え、うお、ぴょ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 、武器として4本手に入ると考えると、まあやっぱ武器で見ていきたいよなっていう感じはします。じゃあディスティニーナックル目指していきましょう。僕は現在無凸が2本という低たらくになっておりますので、一発ここで返り咲いていきましょう。よろしくお願いします。あーい、あーいからの、うわやばうわやばが、失礼、ミザのうわやばが出てしまいました。あまり出てこないんですけどね、俺のうわやばが、俺のうわやばはなかなか出ないぞ。なんかレアなものを拝めたと思ってください。うわやばはなかなか出ない。はい、じゃあここですね、まあ、まずはここで一発ダマスカスが出たらディスティニーナックルにダマを使いますと、はい、シルバームーン、ミザのムーン、今日も始まりましたミザのムーン。 SSLI 確定ガチャで、ディスティニーナックルを引いてムーンから脱却したいですけど、ムーン以外が出たらさすがにムーンが出てしまいます。ムーン、あー、 M プラスクデミクロンだ、これしちゃー、嬉しいかも。
ベアトリクスだ。そしてこいつが完全復活した M ブラスク。ということでね、 M ブラスクデミクロンやってまいりました。ちょっとねこれね4凸したいの実はこれ実はちょっと4凸したくって、ポポ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 ポ、あ、狂った因果よ、群青に沈めをクリアしなくてはいけない。 M ブラスクデミクロンはね、奥義がね完全にあれなんですよね、実はワールドエンドの介護官と言われておりまして、M ブラスクデミクロンの奥義効果、味方全体に火ダメカウンターなんだけど、ワールドエンドの効果、味方全体に火ダメカウン、土キャラ全体に火ダメカウンターかっこ3回なんだよねマジで M ブラスクデミクロンのかわいそうなところ、俺はそんなかわいそうさが愛おしいよ。まあ同じ剣なんですよ、同じ剣でワールドエンドは、土キャラ全体にカウンター効果火ダメ3回プラスディスペルガードっていうのを持って、ギレンダイプラスランブショーなんですよ。じゃあ対して M ブラスクデミクロンさんはデュプリケーションレイド、味方全体に同じ剣でなぜこんなに差がついてしまったので、後陣必殺ボルテージオブソードということで、まあ生きてりゃいいことあるよという武器がやってまいりました。よし、触りたいんでよかったです。よ、触りたかったんで OK でーす。ベアトリックスも触りたかったんで OK でーす。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。